そしたらば、そしたらば、あ、じゃあ、さんは出られそうな感じですか？病院。あ、退院したもんね。そうだ、そうだ。はい。自宅じゃないそうでですす。か。ほうだ、ほうだ。はい。どうですか？あ、こんばんは。ずいぶん、感じ変わってきましたよね。明るく、あ、ありがとうございます。爽やかになってきたような感じしまありすがとうよ。ございます。はい。はい。何か、いい話とかありますか？いい話は、まあ、元気になったということいいですかね。話じゃないですか、めちゃくちゃ。素晴らしいですよ。本当に見た感じもまだ、抗がん剤してないので、その時に、その元気さがわかると思うんですよね。いや、その時にさ、ダメージ食らっても、さらにまた一生懸命祈りゃいいんですよ。どうなっても負けないってことよ。絶対無限の力出るんですから。今の話はないけど、宇宙全部、崩壊全部が備わってんですから、我々に。だから、そんな抗がん剤の一発ぐらい食らったって、二、三発、その勢いをもう一回返してやらいいんですわ。それは自力では無理だし、この南無妙法蓮華経を唱えてない人はできないんですよ、それは。我々は唱えれば唱えるほど、無限の力がこうやって中から溢れ出てくるわけだから。宇宙全体のビッグバンを起こしたような力が我々に起こったら、そんなもの何が起きたって吹っ飛びますよ、そんなもん。その確信持ってお題目を、その秘術はこの南無妙法蓮華経なんだって。さて、そこを信じて、一遍一遍、真剣に、本当に一遍一遍が本当に真剣勝負で、南無妙法蓮華経、この一遍で全てのその抗がん剤の副作用を吹き飛ばすっていうさ。しかも、最高の効き目を発揮してくれればいいわけですから。いや、具合悪さだけ吹き飛ばして、効力がありませんでしたじゃ困るわけで、最高の効果を発揮してもらって、なおかつ、副作用は最小限に抑えてもらうと。これ、次の目標行きましょうよ。よろしご本く。尊様にお祈りします。あと、富岡さんから、ごんぎょういろいろと教わったんですけど、まあ、それをね、これからまた実践していこうと思います。頑張りましょう。頑張ります。はい。みんなもね、応援してますよ。心配してますから。よろしくお願いします。はい。はい。ご苦労様。そしたら、じありがゃあ、とうございます。はい。ご苦労様です。そしたら、八戸の、さん、取れそうな感じですか？こんばんは。ああ、どうも、こんばんこんは。ばんは。はい。じゃあちょっと短めにですね。はい、はい。昨日ですね、ネットのニュースでですね、池田大作さんが、先月の1月26日に、新しく SGI 宣言ってしたと思うんですけど、で、ちょうど1ヶ月目の現象みたいな形なのかなと思って、今、ロシアがウクライナを攻めてるやつ、なんか、反対になってしまってる状況だなっていうのをちょっと発見しまして、今朝ツイッターにちょっと出させてもらったんですけど、現象ってすごいなとか思って今見てました。聞こえてますか？いや、聞こえてますよ。なんかびっくりしたね。なんかヤフーのニュースだったんですけど、ヤフーのニュースで。それも、一つの、見方かもしれないけどさ。もっと大事なことは、創価学会が何しご、こうしようが、根本的にはもう怪談の大御本尊を、離れて、言うて、本音はもう否定して、そして、偽本尊をばらまいてるんだから、とにかそうですく、ね。もうその偽本尊で、みんな中がもう、バチだらけの生活してるんだ、それに気がつけと。これ、もそういうことも。う、こういうテーマで、もう、ガンガンやりましょう。ね。なんかね、だから日本尊とかにも祈らないでくださいみたいな感じで。祈らないだけじゃダメなんです。そんな生ぬるいんじゃなくて、偽本尊をまずすぐ撤去しなさい。創価学会本部に返しなさい。あなたはそして日蓮聖宗に帰伏しなかったら、今まで飲んじまったその害毒が消えないまんま、一生行くよって。一生行った後、死んだ後も行くんだよって。そういうもう強い調子でやんなさい。そんな、わかりました。拝まないぐらいで、あんなもの、学会が救われるわけないですよ、そんなもの。今まで散々毒を煽っちゃったんだから、偽本尊の。
そうですね。起伏、二次元召集に起伏してくださいっていうことを書いて出してるんですけど。くださいじゃない。もしかすればその、起伏しなさい。頼むことはないんだな、ね、起伏しなさい。もうね、父親が麻薬で、たぶらかされてる息子を救うぐらいのそういう強い、やっぱりメッセージなきゃダメよ。生ちょろいこと言ってたら、学会の、しかもネットでちょろちょろ書いてるやつなんか、絶対目が覚めませんから。それこそ、ナタで、それこそだよ、ナタで、相手の腹渡に向かって、ぶっ刺すくらいの気持ちで物を書かなかったら、ダメだよ、ネットでやるんだったら。で、法難が起こるくらいの覚悟でやんなさい。ああ、はい。うん。現実に俺なんかはネットをやってて、法難が起きて、一種の法難、一種どころか間違いなく法難ですよ、これは。だから、ネットで本当に本気でやればね、法難が起きますよ、本当に。相手が本当に痛いくらいやれば。生ぬるいと、そんなの、ネット民と遊んでるようなもんだから、そんなのはダメ。もっと、厳しく、激しく、やんなさい。はい、いいね。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい。